マジか。これで柏原駅ですね。ダメ、IC カードに乗り換えるとこれをタッチするみたいですね。変な病気ってことになる。面白いですね。で、今回のね、あれですね、こういうふうにしたわけですね。乗り場の色が変わってたらですね、一番だけこういう感じない、マロン色なんでしょうね。で、ビシッとこうなってるわけですね。へぇー、おー、龍気ですね。これから私もまた大手の方に行かないといけないんですね。今日は行けるのか、これ。線路への転落の恐れがあり、極めて危険です。歩きながらの操作は続けてください。大丈夫ですね。こんな風になってますね。椅子はここで通せるのかな。これで出るのかな。これでやる。まあ1時間4分あるで、ね、なかったからやりますし、まあね、人がね、トンネルで乗ってきますけど、これどうしようかなって今ね悩んでるところで、実はこれ裏側としては、ね、人を見せる時に出てますよね。人を見せる時に行けるんですけど、ここからこっちの方に乗ることができるんですけど、それどうするんだろうな。あ、すみません、これ近鉄道で出現したんですけど、はい、そうなんですね。道明寺線の、柏台駅は出なくて、これ改札が JR の改札だから通らないんですね。どうしようかなと思う。そのままね、また折り返してアベノバシ行くっていうのもね、手としてあるわけですよ。ね、めんどくさいからね、いざとなったら大和路線でそのまま天王寺の方に行ってしまうんですよね。で、もう天王寺から行ったらもうアベノバシね、そのままも見れますからっていう手もあるんですけど、あえてここはですね、一回ちょっとやってみたかったですね。柏原駅からですね、近鉄の駅がすぐ近くにあるんですよね。近鉄の大阪線が、あ、じゃあここに地図がありますよね。こんな感じで柏原駅からね、すぐね、これね、片下駅、これがね、これがもう歩いていける距離らしいんですよ。せっかくなんで一回これ降りてみようかなと。現在地からずっと行って、こっち側ね、このね、片下駅で、そこからでも乗れるわけです。あの、この前やった片道切符と違いますからね、乗り降り自由っていうことは、ここで降りて片下駅で乗っても行けるはずなんですよ、うん、フリーパスですからね。ということで、それでやってみようかなと思いますよ。いや、さあ、エレベーターの降りか。こっちの方がね、便利だと思いますね。場合によってはこれね、杉山口の方を潰してね、見ていくっていう手もあります。こんな感じなんですね。すごいな、ジャンプ、ポンポンと。いいな、安いな、豚玉380円ですもんね。いやー、たこ焼きも大玉で330円か、安いな。あー、さすが大阪ですね。あれ、アウトレット300円になってるや。あたしじゃないけど、いいかな。こてこての大阪ですね。すごいですね。旧小路ね、これ330円の300円にするのかと思ったら、430円の旧小路の300円にするんやね。いやー、この辺りはさすが大阪ですね。30円の値引きやね。そんなんで引いたら言わんねんということですね。430円でガッツリ引いて、それこそね、値引きやっていうね。いやー、すごいな。大阪ですね。年末年始の営業の案内がしげじいですもんね。大阪ですね。この岸南ですね。南寄りはね。さあ、食べ物がどんどん増えてきますよ、これ。さあ、剣下、どっちみたいや。
なんでしょう、大阪ですね。なんか道頓堀みたいな作りですね。大阪ですね。何見たって大阪っぽいなって言いますよ。鳥貴族がある大阪ですね。カラオケ喫茶がある大阪ですね。もうきついか、ね、でも本当にそれこそそっちの音が入ったら、これも焼き肉とかこんなんでね、なんか提灯とかスラッと出てきますもんね。でそこにあるのはスーパー八尾彦、聞いたことない、ね、すごいホルモン焼き肉安さすごいな。僕あるとだいぶ雰囲気変わりますね。こっちの方歩いてたら、結構飛行機低いところ飛んでるんですね。これ何、関空？伊丹か、伊丹の近く。あれも行ってきた関空ですかね。すごいな。林公務って、こっちにもあるんですね、林公務って。たまたまでしょうけどね。そうそうそう、四日市にもありますよね、林公務店。まあそんなこと言ったら山田だっていくらでもかぶりますからね。山田だけ多分全産業賄えるでしょう。少なくとも電気屋とね、最近格安さんもね賄えるようになりましたからね。 あと山田って言ったらあれがありますよね、あの車の空気を入れる機械、あの車のタイヤのね空気を入れる、ね、機械のね大手メーカーにとかありますよね。こっちで当たるのかな、うん、大阪って何かすごい大阪やけども粉物の匂いがしてくるんですよね、どこからともなく。これね冗談抜きでね、どこからともなくしてくるんですよ香りが。 あれが芋駅なんか、ああ腹減ってきたな。まあ今日はもうね、食い物はしっかり確保しました。これだけあったら私だってね、お腹いっぱいになれると思いますよ。腕途中食ってきましたし、おお走ってます走ってます。ここはここで駅間散歩で使いましょうか、ちょうどこれぐらいがいいやとね全然どんどんやれるんですよね。さっきのね、あのあそこといい合成といいね、JR のねローカル線の一駅でやったら死にますから ね一日仕事になっちゃいますからね。柏原ね、まあ言いにくいね、似たような名前のところ多いですよね。近鉄はし、ね、さっき新庄って駅ありましたけどね、別に名古屋線には新庄って駅があったりね。これですね片下駅、はい、おお、これ片下駅の、駐輪場かな、で駅自体はどっから入れるの、これこっからは入れないですね、優先出入口。まあ何かあった時にはこっからはあの車椅子の人とかできません。ああなんや、こっちにもジャンボ総本ってあったんですね。ちゃっかりそうだな。大阪って感じでいいですね。こっち行けたらコテコテじゃないですか。あ、こっちまたコテコテな新喜劇の、さっきもこれ買っちゃいましたよね。こっちも同じようにアウトレットやってるんですね。お、なにこれ、変わった作りですね。ここにこんなあって、これ降りたところ、ここはどこに会社さんの、変わった駅ですね。でここがこのまま通せるはずなんですよね、この切符がね。そう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 、フリー切符ですからね、
これ通らんかったら大変ですよ。ここ多分無人駅ですからね、うん、でもこれはなかなか、あ、で、ここに駅があるな。まあ、電車の方ってこっちの方が多いかな、ね、それで、ここならいいですね。あ、それもここで見るか。これが通ってるはずやね。通らんかったらえらいことやね。ああ、通った通った、よかったよかった。で、こっちね、名古屋方面からか、これからね、まだ上方町、何番見るかな、来ます。ああ、あれも安倍、そう、安倍の場所も結局夜中来ませんからね、もうね、バリバリ、地下鉄、大阪メトロ使ってまんまんですけどね、よいしょ、これより先のここ神殿ですね。お、見とったら電車が来るのかな、通過かな、反対側か、発車時刻表明器はこんな風にしてあるんですね。あ、ね、片紐ですね。さっきからだいぶ私読み間違えてましたね。柏原で片紐なんや。お、そこすんのかよ。あ、ここはここは相当な距離来ますね。線形がまっすぐやからめっちゃすごいスピード来ますね。迫力ありますね。なかなか今ホームドアじゃないところでこういうね高速通過のところって減ってますからね。で、市議三口の方を潰しとこうかどうかなんですよね。ただロープウェイ乗れ、ね、ロープウェイじゃない、ケーブルカー乗れるってことなんでね、あれ乗りたいですからね、明日に回そうかな、どうしようかなってところなんですけど、多分怖からね、また線によって指定しとるとね、時間かかりますからね、どうなんでしょうね。計画としては、とりあえず上本町寄って、上本町のね、ターミナル見て、で、一応難波駅寄って、難波から天王寺まで、メトロでありましたよね、あっちの方に行っとるやつ。まあ、いざとだと新今宮からね、行ったりもいいですし。まあ、それぐらいしても、まあ、多分、9時ぐらいまでには、安倍の橋に着けるんじゃないかと。で、そっからなんですよね。さあ、どうしようか。関西の、ね、ベッドタウン。こんな感じなのかな。これです、そうだろう。でもこの辺りは昔ながらのあれです。まあ横幅もないからでしょうけどね。あ、ちょうど上の方待ち行きですね。これだったらちょうど地上ホームに行くはずです。これは都合がいい。まあ、大阪線はね、そうですよね、難波の方に行くべきなはずですからね。よいしょ。